まあ、いろいろきっかけもありまして、小崎さんという人とお会いしてですね、自然治癒クラブというものの活動も勉強したり、それから姿勢学術協会でですね、片山さんのご意見を聞いたり、まあ、それから名古屋のですね、非常に立派なお医者さんの話いろいろお聞きしたりしてですね、まあ随分今の健康とか医療に関するものは歪みが大きいなとこう思ってたところですね、長崎県の県職員の健康診断の結果、 93% の人が何らかの異常があったっていうことですね。でこれはものすごく面白い話って言ったら失礼なんですが、国はですね、大体において大きく言えば2000年頃にですね、健康基本法というのを設定し、健康21という活動をし始め、大量の天下り機関を作り、そして血圧は130だとか、コレステロール200だとか、まあ、いろんな基準を設定し、その中で一番ひどかったのが確か2004年だと記憶しておりますが、ある厚生省の課長がテレビに出てきて、メタボっていうのやるぞっていうんでですね、お腹の腹囲を測ると、それがまあ85センチとかなんかだったら、電話がかかってきて、指導員からあなたはこういう生活をしなさいって言うとかですね、もっとひどいのは、その基準に満たない人が多い健康保険組合はペナルティを課すぞと、まあ、そんなようなですね、もうナチスっていうかスターリンっていうか、まあ、そういうことがありまして、それから20年、国の政策を忠実にやらなきゃいけない県職員がの 93% がですね、健康に障害があると。ということは何を言ってるかっていうとですね、もう健康21という政策が完全に人間を病気にしたんだと、まあ、いうことが言えると思うんですね。93% ですから、とにかく。ところで、まあ、これはなぜ起こったかっていうことをいろいろここで見てるんですが、一つは反証ですね。反対の証拠。科学というものはですね、まあ医療というのは科学なんですが、科学というのはですね、反証を持って成立するんですね。だから、ところがその、こういうものが健康であるとか、この体、痩せた方がいいとか、タバコを吸っちゃいけないとか、血圧が130以下でなくちゃいけないってやつは、ほとんどの場合、反証をもう最初から効かないんですよ。それの一番典型的なタバコですね。タバコは第一、禁煙学会っていうのがあるんですよ。で、禁煙学会に所属してるなんかトップの方はね、お医者さんだから科学なんだけど、おそらく科学っていうのは全くご存じないんですよね。科学っていうのは反証を受けることがまず第一条件なんですよ。科学になるための。だからタバコを吸ったら健康に悪いという結果が出た時に、そこはそれでいいんですよ。それに対して反証を誰かが出さないじゃんですよ。で、誰かが出して、その反証に対して、きちっとその反証を、説明できれば、やっと科学のステージに乗るんですね。ですから、このプロセスのないようなところは科学じゃなくて宗教なんですよ。しかも、タバコの場合は禁煙学会っていうのがありましてね。禁煙学会っていうのは、方向性が示されてますから、禁煙するという。だからこれはもう全く科学じゃないんですね。科学、方向性のあるやつがあってもいいんですよ、世の中に。それは宗教なんですよ。だから禁煙っていうのは宗教団体なんですよね。だからいつまでもダメなんです。例えば私が喫煙率が下がったら、肺がん患者が増えてると。それから女性の場合特にあれですが、副流煙が少なくなったら、女性の肺がん、乳がんが非常に増えてると。これについてはどういうふうに考えるのかってことに対して、もう反証ないんですよ。違うこと言ってるんですよ。アメリカにこういう論文があるから喫煙が害になるのはもう証明されている。いや、そんなのはね、反証でも何でもないんですよ。反証に対して答えなきゃいけないんですね。それから論文に書いてあるというのは全然これ話にならないんですよね。私がまあ何例かダイオキシンの時も洗剤の時も言ってるんですけど、洗剤の時は私の記憶では論文が、洗剤と環境の汚染に対する論文が200ぐらいありましてね、そのうち200のうち160ぐらいが、石鹸と洗剤は同じであるという結論が出てて、30方ぐらいが、洗剤の方が環境を汚染するという結果だったんです。ですからどっちも言えるんですよ。
科学というのはそういうもんなんですね。で、それが反証になってるわけですよ。それをお互いに議論し、ある結論に達する。まあ洗剤と石鹸の場合はそういうデータの後ですね、洗剤と石鹸の効果は界面活性効果であって同じであるということになって、まあ、主婦なんかはものすごく運動したわけですが、全然今では議論になってないわけですね。したがってこの健康についても非常にそうで、例えば何を食べちゃいけないとか、これが栄養になるとかいうのはですね、反証が必ず必要なわけですよ。まあ、ここでは例えば今、脂質、糖質ですね、昔は随分糖質取ってたじゃないかということに対してそういう反論が出てですね、で糖尿病少なかったじゃないか、でそれに対して、まあ、いろんな反証があるんですよ。それはもちろんその反証が正しいって言ってるわけじゃないんですね。元の意見が正しいかもしれないです。それを戦わせなきゃいけないんですね。特に反証がないものについては、まあ、相手が感情的なんですよね。つまり学問の訓練を受けてないから仕方ないんですけど、僕なんかは絶対に感情的にそういうところにならないんですよ。あ、それ良かったっていう感じなんですね。反証来たかと。反証が来たってことは、私の学説に対してある程度みんなが注目してくれてるということと、その反証を別の人が上げてくれてる。だから学会なんかでは必ずですね、今からこういう結果を発表しますので、ぜひ皆さんのご批判を仰ぎたいって言うんです。これ嘘じゃないんですよね。ご批判がなければ自分のやったことが科学にならないですから、科学者としてはもうご批判どうしても必要なんですよ。ところが、まあ禁煙活動ってもともと方向性があるから、あ、宗教なんですが、食料もですね、これがいけない。例えば今は僕はグルテンとかですね、それから糖質とか、まあ、そういった、それから免疫破壊ですね、一般的によく言われてるわけですが、それから腹八分目とか、そういうのをずっと今チェックしておりまして、それで、あるいはその通りかもしれないし、あるいはそうじゃないかもしれない。で、私はまずそうじゃないという反論を出す必要があるんですね。そうじゃないという反論を出すと、それに対して、もう一回、必ずこのプロセスはどんなに面倒くさくてもやんなきゃいけないんですよ。民主主義というのが選挙しなきゃいけないと同じようにですね、必ずやらなきゃあんないプロセスなんですね。どんなに面倒くさくてもそれはしなきゃいけない。なぜそうかというとですね、人間っていうのは自然とかそういった現象に対して非常に力が弱いんですよ。頭脳は錯覚しやすいし、まあ感情的なものもあるんで、それでこの反証手続きというのを欠かすことができないわけですね。だからそれはそれでちゃんとやっていかなきゃいけないんですが、まあ、健康の果てという意味では、まあ、タバコも含め血圧、コレステロール、まあ、コレステロールなんてもう突っ込みどころがいっぱいあるんですよね。200なんていうあれ決めたり、悪玉コレステロールとか、この頃悪いことにね、これもちょっと取り上げようと思うんですが、悪玉コレステロールとか、悪玉なんか腸内細菌とか、なんか善悪で体を整理するのがいるわけですよ。悪玉コレステロールは間違ってるに決まってて、人体が 80% も合成してるんですからね。悪玉を合成する人なんかないんで。それから悪玉細菌、腸内菌っていうのをちょっと僕ね、まだここを十分には理解しないんですが、やっぱりね、悪玉だったらね、体がそれを除去しようとするんですよ。だからまあ稀な場合はですね、あり得るんですよ。例えば海中が湧くとかですね、それはあるんですが、普通には悪玉、だから善玉、腸内菌を増やすための食事を取りましょうって、これ、ちょっと私はね、矛盾を感じるんで、そのうちよく勉強したらですね、またそこのとこ行こうと思うんですが、何しろですね、国の政策を真面目に実行しているはずの、長崎県の県職員の健康診断結果が、93% が病気っていうんじゃですね、病気っていうか要注意も含めてですよ。そりゃあね、行動が間違ってるか、食事が間違ってるか、測定が健康診断が間違ってるか、どっちかなんですよ。これはもうしっかりしないとですね、長崎変なこと言ってるんですよ。要注意の人が要注意以上の人が 93% もいるんで、もう一回、健康を見直そう。いやいや、今の健康の考え方が間違ってて 93% にも増えてるわけですから。これはおかしな話ですね。